さて、これからのことだが。ナルト。少し考える時間をくれってばよ。少し頭を冷やしてくるといい。お前は今どこにいて何を考えてんだ。あのマダラってやつが言ったことが本当ならサスケ、お前は、お前はやつを止められるのか。サスケを殺してでも。サスケの前にお前の方を先に見つけられるとは思わなかったってばよ、ウチハイタチ。今の俺に戦う気はない。ただお前と話をしたい。俺を騙そうったってそうはいかねえぜ。てめえを捕まえればサスケに会える。逃がしゃしねえ。なぜそこまで弟にこだわる。あいつは抜け人だろ。あいつにこだわる理由だ。なのすげえ簡単なことだろ。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。お前を捕まえてサスケを説得する。そして今度こそ一緒に木の葉に帰る。お前は絶対逃がさねえ。戦闘開始。俺を戦う気はない。お前になっても俺にはある。俺と戦う気はない。さっきから何言ってんだろ。大玉螺旋丸。俺に逃がさねえってばよイタチ。君を持たない。これお前を倒せ。サスケが戻ってくるはずだ。お前通りのことは運べばいい。どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。よし、サスケ、もうすぐだってばよ。やるようになった。言っただろ、お前を捕まえればサスケを。だが、現実。先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする。なんだ、なんでサスケがそんなことするわけないだろ。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合お前は奴を止められるのか。
サスケを殺してでも、サスケとコノハを天秤にかけられるのか。コノハは守る。そんでもってサスケも殺さず止める。子供だな。お前の話は絵空事ばかりだ。忍びは時に厳しい選択を迫られることもある。前にも一度は同じことを言われた。でも選択肢なんかねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。お前にその力を渡しておく。どういうことだってばよ。お前は俺を狙ってたんだろ。もう行く。これから大事な用があるんでな。あん時イタチは何が言いたかったんだ。なんで俺に。ナルト、ちょっとこっちに戻ってきてくれないか。なんだ。おっと、それにサイたちも。なんでこんなとこに。ナルト、あんたに話があるの。え？今さくらちゃんなんて言ったの。だからナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだからちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。さくらちゃんはずっとサスケのことが。別に何も、ただもう目が覚めただけ。確かに前の私はサスケくんのことが好きだった。でも抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんておかしいでしょ。それよりも、私にとってナルト、あんたの方が私の中で大きな存在になった。いつも私のそばにいて、私を支えてくれる。やっと私はそのことに気づいた。私はナルトさえいれば十分。だからナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サスケ
ケ君は私たちのところには戻らない。だったらもう忘れて。いい加減にしろ、さくらちゃん。何キレてるの。私はただサスケ君からあんたに乗り換えただけじゃない。俺は自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。私が自分に嘘をついてる。何言い出してんのよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私は仮にさくらちゃんがそう思っていても俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケは連れ戻す。これは俺のためでもあるんだ。もういい。行くわよ、キバ、リーさん、サイ。さくらちゃん、これでよかったのか、さくら。キバ、お願いがあるの。あ、なんだ。これからすぐにサスケ君を探す。協力して。第2章、終結の第7版。さくらちゃん、一体どうしたんだよ。サイ、お前さっきさくらちゃんと一緒に分身だな。さっきさくらが君に言おうとして言えなかった本当のことを言うよ。本当のこと？おかしいとは思ってたけど、やっぱりなんか隠してたんだな。ここに来る前、木ノ葉の同期メンバーとサスケのことを話し合った。そこで決めたあること、それを本当は伝えたかったんだ。決めた？一体何を決めたってんだ。サスケを木ノ葉の手で処理する。君の同期メンバー全員がそのつもりで動く。サスケを処理するって、さくらちゃんが、あのさくらちゃんが本当にそんなこと納得して。さくらちゃんはサスケのことが大好きなんだぞ。なのにそんなこと。サスケはこの世界を闇に向かわせる手助けをしている。このままでは戦争の火種を生むだけだ。今は犯罪者の一員だ。木ノ葉の忍びたちは暁に加担するサスケを容認できなくなった。サクラはバカじゃないし、それぞれの立場がわからないほど子供じゃないさ。だから君にどうにかそのことを伝えようとここまで会いに来たんだ。だったらなんで俺に本当のこと言ってくれなかったんだ。サクラはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。お願いナルト、私の一生のお願い、サスケ君を連れ戻して。サスケは絶対俺が連れて帰る。一生の約束だってばよ。あの時も。それでも君はサスケを助けたいと言った。だから本当のことを言えなかったんだと思う。君に本当のことを言うのは実はさくらに口止めされてたんだ。自分がしかし実際には本当のことを伝えることなく去っていった。さくらはここからは僕の想像ですが、おそらくさくらは一人でサスケを殺すつもりだな。おそらく。嘘だ、さくらちゃんがそんなこと。さくらちゃんはサスケのことがあんなに大好きだからこそ
このまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。その方法が大好きな人を自分の手で殺めなければならないことになるとしても、それがサスケを好きになった彼女なりの。覚悟なんだと思う。ナルト。このことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだな。さて、どうしたものか。ここにいたか。お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないことがある。五影階段で何があったか、すべて話す。